こんにちは、スプリングです。私は今京都府、ここは福知山市に来ております。いや、こっちまで来ると雪が積もってますね。今日はですね、この福知山のところらへんとか、この後和田山の方まで行こうかなと思うんですけども、ちょっとね、山陰特急を撮影をしてみようかなと思います。ここ区間としては下夜久野と上夜久野の駅の間かな、いや違うな、下夜久野と柳瀬の間かというような場所なんですが、この上にね第4種踏切があります。そこで少しね撮影をしてみようかなと思っております。まあもう時間はね16時頃なんですが、まあ、ちょっといろいろしておりまして、この時間からの撮影となっております。今から向かうところね、インカーブでもアウトカーブでも撮れるような場所なんですが、かつてね、この区間走っておりました183系ですね。それがね、走った頃は結構有名だった撮影地になっておりますが、いや来たのは10年ぶりぐらいですかね。いや撮影地の場所をね忘れておりましたわ。まあやってくるのは短い289系とかそんなんだと思うんですが、まあ暇つぶしがてらね少し撮っておこうかなと思います。いやこういうのはね今鉄道かな分かりませんが、足跡を頼りに辿っておりますが、だいぶ近づいてきましたね。ここは雪がないな。着きました。いや懐かしいですね。いやかつて撮ったことあるような気はするんですが、僕クソみたいな写真撮ったような気がします。インカーブこんな感じですね。そして踏切を渡るとアウトカーブになるんですが、こんな感じですね。いや久しぶりに来ましたね。まあどちら側からでも撮れるんですが、まああんまりこの柵で中入るのは好ましくないでしょうね。今日は院側からねちょっと撮ってみようかなと思います。いや天気は非常に残念な感じですが、まあこうやって雪が積もってるとまあ少しやる気にもなりますね。いや何両で来るんかな、絶対4両だと思うんですけどね。先ほどね区間を間違えておりました。ここ上夜久野駅と下夜久野駅の間ですね。まあ線路はもうさすがに雪が積もってないようですけど、まあここ最近降ってないですからね、また明日とか来週は降るようなんですが、またそういう時にも来てもいいかもしれません。もうね列車は、この向こう上夜久野駅と柳瀬の間をね、通ってるようですので、撮影をしてみようと思いますよ。さあそして時間になりまして、特急この通りがやってくることになります。289系ですね。おそらく貫通側がこちらに、顔を向けてやってくるはずです。もうそろそろ飽きましたね。いやーこの地域でも289系、見慣れてきましたね。まあ最初入った時はね、なんか白鷺が走ってるような感じでなかなか見慣れませんでしたが、もうすっかり北近畿の顔になっております。まあカーブが非常にねこの区間、連続しますので、結構ゆっくりとね列車やってきました。こういう感じでインカーブで撮影することができました。まあ天気が非常に残念ですが、まあこれはこれでかっこいいですよね。そして列車は福知山方面、そして最終の新大阪に向けて進んでいきます。本当に大きなカーブですよね。やっぱりね289系取るならばこっちの流線系を取りたいんですが、どうしても大阪の方に来る列車に関しては貫通側が先頭になってしまいますので、まあちょっとねなかなか取りにくい感じにはなっております。大きなカーブを抜けてこの先に向かっていきました。いや今この通り通過しましたけども、この後ね今度は和田山方面に向けて普通列車がやってくるようですので、それもね取っておこうと思います。まあ、ちょうどここの道のところからね一緒に撮れるので、ちょっとここで撮ってインカーブ気味でねちょっと撮ってみようかなと思いますよ。いやーなんかやっぱり時間的にもだいぶ暗くなってきてますね。まあこれは撮れるでしょう。まあ急激に露出が落ちるってことはないですからね。まあ雪もあるのでまだ明るくね映すことができます。お、普通列車ですが、113系が来ましたよ。いや、223系とかも走ってるんでね、これ当たりですわ。乗るのは外れですけどね。
警笛を鳴らしながら通過をしました。こんな感じで、ね、変化部撮ってみました。やっぱ単編成の方がちょっと迫力はありますよね。普通列車の豊岡行き。いやー、二両編成の113系で一緒に可愛らしいですね。まあ、113系って基本的に平地での、車両なんですが、まあこの区間はまあ関係がないようでね、山がありますが113系がやってまいります。いや、113系警笛鳴らしてかっこよかったですね。まあここに第4種があるのでね、それで鳴らしているんですけども、いや、まだ2本しか撮ってないんですが、もう1本ぐらい撮りたいですね。どうしようかな、どっかで暗いんで流し撮りをしてみようかな。背景を山にして、まあ、雪が降ってるのでね、まあ、積もってるのでちょっと流し撮りをしにどっか撮影地を探してみよう。和田山のあたりに向かおうかなと思います。いや、長靴は足が冷たい。というわけでね、次回は流し撮りをしていこうと思うんですが、こちらね、久々にちょっと鉄道写真講座ということで流し撮りの仕方というのをね、ちょっと動画を作ってみようと思います。ですのでちょっとこちらからね、ちょっと別の動画に仕上げておりますので、またそちらも合わせて見ていただければと思います。雪の中を走る289系、それとかね、287系ですね、そちらを流し撮りをしていきたいと思います。というわけで本日もご覧いただきありがとうございました。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。